試合結果が出ております。まあ本当に琉球アスリーダもなかなかね粘るいい試合でした。さあ岡野さん、今日の試合、振り返っていきたいんですが、第1マッチでは、上田、森園、この第1マッチはやはり岡山が負けれないですよね。必ず1点取りたいというところですよね。有延、丹羽、そして上田、森園の対戦でした。まあこの中で11対6、16対14と上田、森園ペアがまず岡山が取ります。そして第2マッチはイ・サンスとチュアンの試合でした。まあ、ここでイ・サンスが第2ゲームで11対3と取ってですね、その後、盛り返すかなというところをチュアンがそれをさせませんでしたね。第2マッチは11対7チュアン、そして11対3イ、そしてチュアンが11対9第3ゲーム、第4ゲーム11対4と取ってゲームカウント3対1で第2マッチを取りました。ベテランの味をね、見せましたよね。そして第3マッチは丹羽と吉田という青森山田中学高校の同級生代です。独壇場といった感じしましたね。調子がいいと本人が言ってましたからね。丹羽が11対4と第1ゲーム、第2ゲームが11対5と取って、第3ゲーム吉田が1を見せて14対12、接戦をものにして、その後さらにもつれたなという感じでしたけども、第4ゲームは11対6丹羽が取って、ゲームカウント3対して丹羽がまあ世界ランキングの意地を見せましたね。ランキング10位の丹羽が勝ちます。そしてこの第4マッチ、いやー森園が最後までチキータにこだわりましたね。こだわった中での勝利、本当に森園自身が自信になるんじゃないですかね。第1ゲームはチェンアンが11対9と取ったんですが、森園が第2ゲーム11対8、第3ゲーム11対9、そしてその後チェンが第4ゲーム13対11、接戦を戻したんですけども、第5ゲーム6対6のねスタートから11対8と森園が取って、ゲームカウント3対2でここで森園が踏ん張ったことが青森別勝利につながっていくわけですね。まあこのどの試合も見応えのある好ゲームが展開されました。負けはしましたけども、琉球もね、非常にいいゲームを見せてくれましたね。まあ、森園選手、やはりこのチキータ得意ではありますけど、素晴らしいチキータのプレーをする選手ですね。あまりわからないですけど、私はベンチの指示ですかね、サーブのコントロールをしっかり修正できたというところがね、大きかったんじゃないかなと思いますね。そしてビクトリーマッチはキャプテンの上田、そして第2マッチに登場したチュアンが戦いました。ワンゲームマッチの試合を上田陣が11対8、接戦をものにしてマッチカウント3対2でホームの岡山リベッツがアウェーの琉球アスティーダを破った。